任天堂貸してくれるかな、また貸してくれたらいいんやけどな。スラサイファエンジョイゼイさん、ナイスボート。貸してくれました。これでまだ戦える。 9.5% やから多分あと何回か回したら多分出るはずや。どうしよっかな。赤を狙い、赤を先引いた方がいいな、それやったらな。うまうまおさん、ニセボアット、ズラサイファエンジョイゼイさん、これが癒着か。さあ来いよ。 10% になる前には出てほしいな。あんまり確率上げたくない。もう早めに出てほしいわ。上がれば上がるほどね、すり抜けた時のあの絶望感半端ないからな。ほい、ズラサイファエンジョイゼイさん、おれし 10%。 10% か、それきついな。でももう出るでしょ。もう一回追加で入れたらもう出るよ。お、謎のくるくるや。これエリウッド入ったな。おい、コーヒー飲もう。パイナポーさん、勝ったな。ダッシャーなし。ダッシャー。シュウさん、おう。シュウさん、パチパチパチ。ズラサイファエンジョイゼイさん、ダッシャー、いただきました。守備上げ。パイナポーさん、おめでとう。タクンさん、パチパチパチ。リンカさん、入ってた。おめでとうございます。入ってたわ。僕が伝承の英雄だって。イーペイコーさん、おめでとうございました。タクンさん、ナイスダッシャーです。いやー、よかった。すごい。タワケさん、パチパチパチ、ダッシャー。いやー嬉しい。パチパチ、これは嬉しいわ。おめでとうございます。これは嬉しい。個体値がちょっと微妙やけど、俺持ってる個体値がね、確か HP 上げの魔法下げやったかな、なんか微妙な月やったかな。無理やり起こした。ちょっとこれ確率高いんで、これ引いときますね。これ全部引いときます。ちなみに 16% はやばい。そんな状況も、俺 13.5 ぐらいまでしかいたことないな。16って天井じゃないの、それ。何パーが天井なの、それ。それ天井じゃないってやばくね。あー、やったー。うわー、マジかよー。首位打者狙えるぞ、俺、これ。ズラサイファエンジョイゼイさん、ダッシャー。おー、攻撃上げや。俺、今シーズン、首位打者狙えそうやな、これ。シュウさん、マジか。おい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 。ユンヌ可愛いな。これは。私は 16.5 が最高ですね。茶でもないもの。私は自由。私は混沌。ユンヌって何上げがいいんやな。ユンヌ可愛いな。ユンヌ可愛いな、本当に。タクンさん、なんだこりゃ。天井20%って噂を聞きました。なんていう可愛い生き物なんだ。ユンヌの個体値って何がいいんやろう。まあいいや。なんでもいいや。いい感じやの、これ。ラサクヤさん、いいぞいいぞ。こんばんは。なかなかいい打率を誇ってるな、これ。あの盤面で2枚出てくるのはでかいやろ。オリア、外人さん、ユンヌは魔法と攻撃上げ、ズラサイファエンジョイゼイさん、魔法上げか。我が名は混沌を使うなら、俺の持ってるユンヌ何やったかな、ちょっと後で見よう。ユンヌ何体か持ってたんやけどね、もう個体値全く見てないんよな。
なんかまたすぐ出そうな気するな。今日の俺は一味違うぞ。6月にもかかわらず相当神引きをしておる。はいはい、もう一体。ラサクアさん、今どんな感じなんですか？今ね、もうノリノリのウキウキです。アキさん、攻撃上げは当たりですね。救援と鬼神のコンボで。救援鬼神コンボ、わしの個体値は、ユンの個体値、あ、魔法上げの攻撃下げ、混沌を使うんやったら魔法攻撃上げやったらいくつになるんや、これ。攻撃47、50、攻撃上げやったら50ぐらいなるんか。50ぐらいかな。一突、え、無突、じゃあ攻撃上げ無突で50ぐらいか。あー、どっちがいいんやろね、これ。嫌がらせするんやったら魔法上げの方がいいと思うんやけどな。まあいいや。あとエフラムも早く出てほしいな。エフラムとエリウッド。エビはもういらんかな。ルキナはまあまあいいかなと思うんやけど、エビはもういらんかな。ちょっと使い道がわからん。伝承エビのね、使いどころがいまいちわからんからな。あ、瞬撃ユンのね。あ、そういう使い方もできるんか。瞬撃ユンヌって嫌やな。硬いユンヌやろ、それ。おお。これは、なんかいるな。こっちから回していこう。なんかいそうやな、これ。リンカ、さん、構えの継承？ほっ！来ましたわ。これは来ましたわ。HP 上げか。おめでとうございます。いいね、いいね。すごいいい引きできてる気がするわ。いやー、これがな。 S さん、ハンクさんが牙狙いとても珍しく感じます。パイナポーさん、エフラム銃と、これが練習じゃなければな。これが本番やったらな、いいんやけど、言うて練習やからな。たくんさん、おめです。もう8デコくらいですかね。いや、多分ね、このエフラムで急突な気がする。急突だと思うんやけどな。編集本番。さあ来い、さあ来い、エリウッド、さあ来い。いや、ここできたらマジ神。あ、惜しい惜しい惜しい。ちょっと似てる。ちょっと待って、エフラムは、エフラムが、これが4凸ベース4 5 6 7 8 9、9凸ですね。ただ理想個体値の攻撃上げが一体もおらぬ基準値です。基準値ってどうなん、微妙やな。さすがに基準値は微妙。攻撃上げを引きたいところやの。
残りオーブこんだけあったらともう一体ぐらいなんか引けそうな気もするんやけど、青がいい感じで出とるな。最初絹が一回出たぐらいで、あと全部伝承やからな。エフラムは攻撃上げだとたまに過剰になるんですよね。え、そうなんすか？過剰なダメージになってしまう場合がある？じゃあ基準値でいいかな。基準値ぐらいしかいい個体値がおらんのよな。ズラサイファエンジョイデイさん、守備上げは？守備上げってどうなんすか？守備上げっていいんかね。あんまりね、俺詳しくないんよな、馬には。ちょ、馬は全然ちょっとジャンル外なんでさっぱりわかんないんすよね。アキさん、ワンパンして信頼できなくなることがちらほら。ズラサイファエンジョイ、もともと構えから入る前提なら割とありかと。あ、なるほどね。ズラサイファエンジョイゼイさん、馬に詳しいネギさんに聞けば。ネギさん？カイネギスのこと？カイネギスさん。教えてください。伝承エフラムのいい個体値を教えてください。誰それ？ピンネギ、ピンネギスこれ多分今おらんと思うけど、これ聞かれてたら絶対怒るわ。怒られるやつやん。おお、いいね。盤面ようやく赤3つも来た。これはうまい。あ、変態。よし、赤3つ。赤3つ。これ来るやろ、赤3つあったら。なんか来るやろ。久しぶりやぞ、盤面に赤3つもあんの。残りオーブ少な。なかなか出ないの。エビはいらん。エビ以外。いや、エビ以外、スリーズとエビ以外や。スリーズとエビ以外頼む。エイリークはいらない。あっち行け。うわ、赤がねえじゃん。さあ、エフラム来い、エフラム。頼むわ。うわ、キッツ。うわ、キッツ。渋い。9.5 やって。9.5 やってさ。ちょっと俺いけるかな。もう一回いけるんかな。ストップかからんかったらいいけどな。ストップかかったら申し訳ないけどな。ちょっと大丈夫かこれ。ストップがかからなければ、うわ、なんかこれはやばそうな気がする。大丈夫かこれ。すごい、たわけさん、もう一回。大丈夫かこれ。ナイスボート、ズラサイファエンジョイゼイさん、ナイスボート。2回目、うまうまおさん、ニセボアット。あ、いけました。いや、なんか無理かなみたいな感じと思ったけど、いけましたな。 なんか今微妙な反応やったけど、貸してくれたわ。
っとこれ弊社の整理車内やばいんちゃう。ちょっと相関しよう。ズラサイファエンジョイデイさん、これが闇営業か。誰が闇営業や。流行ってるけどや。闇営業流行ってるけど、流行らしたらあかんやつや、あれは。まあまあ、こんだけ開けといたらもういいやろ。もうこれマジラストやね、多分これ。マジラストや。おお、来てる来てる。いいねいいね。これ来とるな。まあ、とりあえず、目当てのエリオットは一体引けてるから、惜しい。惜しい。一体引けてるから、まあまあいいんよ。とりあえず苦手は消せたから、いいかなって。さあ、本物来い、本物。わあ。ヘンリー見ると残念な気持ちになるのは俺だけやろうか。もう生きてるのがかわいそうや、本当に。さあ来い。頼む。まだか。提供割合上がっとるぞ、結構。ズラサイファエンジョイデイさん、いい加減ヘンリーに救済。ああ、10% 来た。来てしまった。そんなに出てなかったか。早いな、10% になるのが。まだ出んか。ここや。来い、エリオット来い。何あげでもいいわ。惜しい。惜しいなぁ。馬に乗ってるとこまではいいんやけど。ああ、やばいやばい。パーセンテージがどんどん上がっていくぞ、これ。きついのぉ。もう深夜テンション通り越して、早朝です。いや、きついなぁ、これ。こっちまだ夕方やけどな。さっき仕事終わって帰ってきたとこなんで、まだ夕方っす、こっちは。ドン。やば。これやば。これちょっとやばいんちゃう？これ流れ悪なったぞ、これ。急激に流れが悪くなった、これ。10.5 や。急激に流れが悪くなった。あー、これはいけねえ。これはいけねえやつやな。赤がないとちょっと嫌やな、これ。撤退するか？ここで出るとまずいな。赤がない状態で引くのもな。これはちょっと撤退しよう。赤と青が盤面にある時でないと嫌やな。うわーお。青がね、逆に。スランプ突入。さあ、来い。なんかそろそろ出そうな気がする。あはははははは。ズラサイファエンジョイデイさん。速さ上げ。きつ、10.5。10.5 からのエビは、嫌や。それは嫌やわ。さすがにそれは嫌やわ。8% ぐらいやったらさ、いいけどさ、さすがに 10.5 からで、あはっ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 は。ズラサイファエンジョイデイさん、残り4つも開けましょう。ズラサイファエンジョイデイさん。もう、もう、ねえ。
どうしても邪魔をするつもりか、俺の。高翔さん、またエビ。今日はエビが大量です。何もしてないのにエビがいっぱい釣れますね、今日は。どんな盤面してんねこれ。すごい、たわけさん。絵文字がエビ、エビだらけや、もう。あははは、嬉しい。嬉しいよ、これ。これは嬉しいわ。あ、攻撃上げや。アキさん、おめでとうございます。ズラサイファエンジョイ。すごいすごい。3枚抜き。すごい、たわけさん。神引きやな、わら。すごいな、これ。いやー、言うのはね、嬉しい。これは非常に嬉しいですね。やっぱユンノの在庫が少ないから。パイナポーさん、神盤面。ところでエビって何体目？これ？これ？これ違う。これはあれか？これは？これ違う違う違う。あ、こっちか。うわ。もう6凸まで来てんの俺。6凸か。一応攻撃上げとか速さ上げがあるんやけど、龍馬の場合って何上げがいいんや、これ。知らない間に6凸。ちなみに、英雄値0やからね。うちの伝承龍馬は愛着を持って英雄値は0でございます。うまうまおさん、龍馬で次はロタ。出てるなぁ、龍馬。はい。ズラサイファエンジョイデイさん、は攻撃かな。エビはやっぱ攻撃ですか？武士道で、じゃんじゃん、いっちゃう感じ？ショ、Sさん、エビ銃突狙いましょう。エビ銃はいらんなぁ。エビ銃は、ほんといらん。マジでいらん。そんな一気に狙うほどの、キャラではない。あのエビが全部エリウッドなら、おお、来たわ、これ。これはいけるやろ。ズラサイファエンジョイデイさん、武士道使うなら速さで連打、スキル素型なら攻撃。あー、なるほどね。武士道ってそんなに強いイメージないんやけどな。使ったことないから何とも言えんけど。うまうまおさん、速さ過剰な気はするから攻撃矢印おすすめかな。あ、攻撃上げ。やっぱエビは攻撃上げの方がいいんかね。基本まあ追撃取れるぐらいの速さはあるやろうから、まあ、攻撃上げの方がいいんかね。あ、あはー、ダッシャー、これダッシャー、これはダッシャーやわ。速さ上げか。ほー、これダッシャーやな。圧倒的ダッシャーや。おめでとうございます。いやー、いいね、本当に。速さ上げってどうなんやろ。意外とエリウッド速いイメージあるんやけど、速さ上げでも俺なんかめちゃめちゃいいような気がすんねんけどな。いいね、いい打率を誇ってるな。ホームランもちょいちょい出てきてるし。うまうまおさん、キープ個体だね。これはもう三冠を狙えるな。緑は、あー、3個で引けるから引いとこか。もしかしたらユンのまた引けるかもしれんね。緑から今回ユンのだけ抜けてくるから、めっちゃいいぞ。ホームランは、ホームランはエビじゃないんよな。緑からうまいことユンのだけ抜けてきてくれてるから、めっちゃ嬉しいんやけどな。おー、
いいね。ちょっとやばいやばい。これはやばいな。ここやな。盤面赤多いのは嬉しいわ。これはワンチャンあるな。これは出るぞ。あ、伝承動画。そろそろ動画の別バージョン出てもいいと思うんやけどね。動画って意外と人気あるはずやねんけどな。さあ来いよ。もう一体。もう一体。イーペイコーさん、力愛知の騎士は魔法高かったのに、このエリウッドは別人みたいに低いの面白い。うまうまおさん、だよね、めっちゃ魔法低いっすよね。ブラサイファエンジョイデイさん、でコラボを待ちましょう。あ、惜しい惜しい。親父を連れてこい。はい、さあ来い。くそ、白どうするかね。白ってベロニカ、いらん。うん、まあ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 いいぞ。確率上げに行きましょう。言うても4フェイ入れてるからな。ライブ的にはまあこれ限界ぐらいやろな多分。まあまあいい引きできたんちゃうかね。4フェイでさ、かなり星5引けてるはずやから。あ、自分は動画が剣というのが違和感がある。ズラサイファエンジョイデイさん、気抜ください。笑。動画は槍ですね。もう動画はもうグラディウスやから。俺の中では動画イコールグラディウスや、もしくはキラーランスやから。提供割合上がってたんかな。これ上がってた、これ引いとく？上がってたような気もするけど。エンジョイデイさん、幻影異聞録では動画は斧でした。なもう何も出なさそうやな。でもギムレ引いとこ、ギムレ。あ、もったいない。オーブの無駄遣い。ニコさん、こんばんは。こんばんは。18個か。もうこれ限界かな。打ち止めかな。打ち止めラストオーダーや。ここで来たら神。ちょっとびっくりするわ。はい。あと何個あるんや、オーブ。9個あるんか。9個あるってことは次の盤面引けるな。これがラストやな。おー、いいね。なあ、9個。やっぱ赤？やっぱ赤か？やっぱ赤やな。赤を狙いに行くか。ニコさん、もう終わりか。もう4フェイ入れてますからね。結構入れたぞ。3万6000ぐらいか。まあまあガチャの練習やから。さあ来い、ラスト。